キンコンカンコンになっちゃダメだよ。今キンコンカンコンになってるね、なり始めたね。ちょっと待って、まずいよ。ノースライダー、あれは お馬さんって、そう、日東が近いですからね。違う、え、ちょっと待って、どういうこと。まだ30分ぐらいあるってなってたよね。あれあれ、俺時間見間違えた。ん、え、投げ始めた、まずい。あ、ちなみにそこの声優はね、あの四日市から一番来やすいスーパーなんで、あの山田さんが深夜にどうしても西のどん兵衛が食べたくなると、ここの声優にやってきて、24時間なんで、やってきて、わざわざここに買いに来たことが何回かあるっていうね、あの声優ですね。だって、ん？え、まずい。え、行っちゃうとまずいよ。でも、こっちかなってあっちかなってあったから、反対車線側か。そこが駅なのかな？あ、なんか、もう一本あっち側のやつが来るのか。ってことかな。駅は向こうかな。よし、あ、そうだね、よかった。もう一本向こう側に行く列車があるんですね、木部川の方面に。あれか、ピーク向けにあれかな、転覆ネットが作ってあるのか。焦った。じゃあ彦根方面は大丈夫だな。あっち。あ、こういうことか。あ、見なくて。そうか。そうか。あっち。城南、あ、これだ。なくて城南駅。これ行くまいか。よし。ちょっと一瞬焦ったけど。大丈夫ですね。ん？これ？反対側ね。向こうからね。当たった。そっちにあるんだな。ああ、こっちから。はい。あった。見なくてしょうがない気。水口町の南バーにあるかなってことか。資料館なんかもあるんだね。まあ、これから車でも全然来れるしね。さあ、着きましたね。なるほどな。あ、いろんな出汁のやつが乗っとるけど。で、着いた、見なくて城南駅。やっぱそうですね、このフォントが近江鉄道のあれなんですね。ここの駅、背中に入ろう。ここが一番説明しやすそうか。こうか、はい。来たな。で、休日の、八日市方面が、次が、10時30分、前原は行けるな、これで。あと、こっからでも、戦国中ですもんね。片道で降りることあるんだ。普通に日野往復したら元が取れちゃうんやな。さっきの500円切符、すげえな。安すぎるやろ。で、八日市も気になるしね、八日市市民としては。高台車の方にね、これを入れるとこもできますしね、まあ、とりあえず前はここ行って企画的には青梅一番とか、まあ、結構距離あるね。乗り換えとかはアクセスどうなんだろうな、ちょっとわからんから、とりあえずまだ30分ぐらいあるのか、20分ぐらいあるな。よし、こっちで
こうなってんだ。ちょっと飲み物飲もう。さすがに熱い。やべ、向けて売り切れてんじゃん。キンソン、こっちやと130円、こっちやと120円、こっちにしよう。サイクルトレンドとかもやってんだ。キスベースやとこんな感じか。ヒノキのやつじゃ、まあ、この間ここ泣いてんだな。なんか見て長いなと思ったら、そうなんだ。妖怪地の視界地のところはまたいっぱい木があってない。この辺りがどれくらいのペースあるのかな。ふるさとも久しく行ってないな。あれで有名なところですよね。慶応のやつで有名なところですよね。だから細かく言うと、この線見ると結構いろいろと分かれてるんですね。ただ前から前も直通できるみたいなんで、よしよいしょ、待ってようかな。あ、こんにちは。あ、せーの、よいしょ。よいしょ。アンドロフォームの乗車位、乗車位決まってんだ。なんか全部開いてましたけどね。みなべって言うんだ。へー、みのべといえば、いなべ市北西地区。地名ではないんですけどね、みなべ市の北西地区のとある地域に入ると、みんなみのべさんになるっていうね、地域があったりしますね。うん、はあ、あっち、前は工事閣下とかになったし、この城南駅のところが一番あれかもね、栄えてる地域かもしれん。あ、もうだから国一のバイパスがすぐそこなんですよね。ここやったら声優があるってことはそうだな。うん、そう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 。なんでね、そう、車ではよく来る。それこそ新名神をバカバカ使う前はね、関の峠を、神山からね、関の峠を越えてよう走っとった時はよくここの声優とかフレンドマートとかね、その手前のところとかか、フレンドマートじゃなくて何だったっけ、フレンドマートもあるけど、あと何だっけ、フレッシュマートとかっていうまた別の店もあったりするんですよね。 CCC がやってる、そうそうそう、そこなんかもよく使ってましたね。あそっか、距離的に言うとあそこが一番近く西のドンビが帰るかな。まあでも夜だと結局声優まで来てましたね。もしくはもっと奥までね、いろいろと西の方に行って最後に帰り、峠を越える前にね、ちょっとここの声優で一休みしてみたいな。なんで結構有効性になってる声優ですね。よいしょ、いいですねこのローカルな感じ。まあとりあえず飲むもんでバッテリー変えてね、待とうと思います。やっぱさっきのが折り返してくるんだ。ここのシーンなんかを編集して使ってもいいけど、多分本当に AI 編集入れるとね、ここの音だけもうね、この踏切の音が全部消えちゃうんですよね。今小さくなったら踏切の仕様ですけどね。さあ、これが前原駅だな。よし、じゃあ一気に前原まで行っちゃいましょう。こういっちゃうやん。